あゆとのこと誤解しないで。結構いい曲がたくさんあって、でその曲がどうなっていくかっていうと、ボーイズ&ガールズになったり 2B になったりしていくんですよね。以前に住んでた田園調布の家はあゆの家と地下でつながってますか？はい、残念ながらつながっておりませんが、斜めなのね、こうやって。斜めくっついてましたよ、家や土地は。だけどつながっちゃいないよ。だって俺が住んでた時期とあゆが買った時期が違うんだもん。俺が引っ越してからあゆが引っ越してきたんで、別に同じ時期に住んでたことはないですよ。この辺がね、なんかみんなが、誤解するというか、間違えるところだよね。松田さん、大切なものをなくした時どうやって乗り越えましたか？ですね、僕ですね、実はですね、子供の頃の写真も卒業アルバムも、昔の彼女のラブレターとかも何もかも全部ないです。持ってません。全部捨てたんじゃないんだ、なくしたんじゃないんだ。どちらかというと捨てたのかな。でもなんか頭に覚えてないもんはいいやと思って。それはちょっと後悔していることもあります。もし今見たら、なんかああこうだった、ああだったなって思えることもあるかもしれないけど、でもなんか頭の中に残っていることだけでいいやって思っちゃってて、ほとんど残ってないですよ。だからなんかドキュメンタリーとかやって、また昔の写真くださいとかって全くないんで、すごい困りますね。だから乗り越えるっていうよりも、僕自ら過去は捨てちゃって、そんな感じで来たから、乗り越えたっていう感覚は、ないですね。むしろ何だろう、気持ちに残っちゃってるものじゃなくて、気持ちの中に残っちゃってるものの方が辛くないですか？忘れられなくて。そっちの方が僕は生きてて辛いっすね。いや、ある日突然デモテープが送られてきました。当時は、作曲家になりたいって人はなんかレコード会社とか音楽出版社になんかデモテープを送ってくる時代だったんですよね。その中に長尾大のテープがあって、誰かがそれを持ってきて俺のところに30曲くらい入っていて、なかなか30曲聴く時間がないんで、出張に持ってったんだよね。で、ロサンゼルスかどっか出張で、帰りの飛行機で聴いたんですよ。結構いい曲がたくさんあって、でその曲がどうなっていくかっていうと、ボーイズ&ガールズになったり 2B になったりしていくんですよね。あの辺で急に長尾を取り上げて、ああいうのを楽曲に使って、長尾大っていうんで、 Do as infinity って DAI でしょ、だから長尾大なのね。で DAI で Do as infinity っていう名前にしたんですよ。で、バンっていうボーカルを入れて、3人組にしてやりました。やっぱりでも長尾は制作に戻りたかったのか、3人組やって、イギリティの場合も五十嵐も、自分から辞めちゃったし、長尾の場合も中心人物だったけど自分から身を引いて、印税も結構あったからね、自由に暮らしていて、なんか自由そうだな、楽しそうだなって思っていたんですけど、やっぱりそういう中にもいろいろな、なんだろう、今俺もそうだけど、なんか、なんだろうな、幸せそうに見えてっていうか、でもなんかすごいやっぱり寂しいんだよね、きっとね。だからさっきも言ったけど、昨日の人が、何を考えてるかなっていうのがすごい気になってね。だから本当になんか人から見てると、なんかうまくいって満足そうに自由そうに見えても全然違ったりするんですよ。そういう話を昨日されたんで、なんかその人のことがすごい気になってね、もう一回話をしてみたいなっていうのがあった。だから長尾も今何してんだろうね、もう一回音楽やれよっつって、もう機材も全部売っちゃったみたいな話をその時してて。じゃあもう一回買い直すっていう、買い直さまではいかなかったのかな、何曲か作ったけど、
あゆで一曲使ったかな、それが最後かな。それから今は、うん、まあ事件もあって何をどこでどうしてるのか、会えば話すけど、うん、連絡もないし、しづらいんだろうけど、うん、もう一回チャレンジするっていうのはやっぱり年齢的にもつらいのかな、うん、やっぱり20代30代だと思いっきり頑張れたことも、うん、40、50代になると、うん、できないんよね、うん、やっぱり会社起業したりするのは20、30、40ぐらいかな、50過ぎてもできなくはないけど、20代、30代のエネルギーはやっぱりないよね、うん、それはやっぱり感じるわ、うん、俺これでも若い方だって言われるけど、まあかなり疲れますよやっぱり、うん。